これがですね、これがですね、なんとこんなにはみ出てるのはいいんですけどね、これね、静電気でなんかねくっついてるんですよね。ほら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 、こんななっちゃうんですよね。こんなくっついて取れないんですよね。これなんでだろう。こんなのね初めてなんですけどね、ほら上がってきちゃうもんね、こう豆はねこんな感じの豆ですね。よく油でテッカテカみたいな感じじゃなくてカッサカサの感じの豆ですけどね。豆はですね、コロンビア、ガテマラ、ブラジルの豆なんですけどもね、どうなたかねこれご存知の方あったら教えてほしいんですけどね。このあと掃除が大変ですよ。これこっちの中もそうですもんね。なんでだろう、なんでこんなに静電気がこう中いっぱい入ってますもんね。これもうで周り出ちゃうし、これね、どれかご存知の方あったら教えてほしいんですけどね。これあとこんなですもんね。なんででしょう。わかりました、わかりました。いろいろね調べてたらですね、やはりね静電気なんですって。で、今までね豆あんま乾いてなかったもんですからね。まあ、で気温今冬なんで、空気が乾燥してるんですよね。でやっぱりね静電気が起きるんですって。で対処の方法はですね、水をスプーンの柄につけといて、ちょっとこう湿らせてやるっていうか、それでいいんですって。霧吹きでちょっとかけてもいいんですけどね。ちょっとやりすぎかな、もう一回やっちゃおう。あれなんですって、まあ静電気が抜ければいいんですけどね。まさかねとか医療用のかけるわけにもいかないんで、これでね大丈夫なんですって。あ、これちょっと湿らしすぎすぎたかな。これを普通にこれで、はい、これでどうでしょう。じゃん、ほら、OK。 あ、これいいですね、いつも通りですね。でこうしたら、あ、全然静電気大丈夫ですね、バッチリです。こういうことでございました。はい、どうもお騒がせしました。以上です。綺麗ですね。